こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。この動画ではヤンミンシャンに行った時の様子を紹介します。行ってきたのはこの辺りです。ヤンミンシャンに行くのだから、ヤンミンシャンというバス停で降りればなんとかなるだろうという感じで行きました。行きたい場所との位置関係はよくわからない状態でした。ちなみにヤンミンシャンにはバス停が非常に多くあり、またバスの種類も多くありますので、目的やご都合に合わせて適切なものを選んでください。では、ここからは写真を見ていきます。観光案内所に着きました。半分迷子になりながら、この辺を歩きました。滝にたどり着きました。銅像です。目的地に到着しました。
いかがでしたでしょうか。この辺りの山岳地帯には他にもいろいろ見どころがありそうなので、いろいろ調べていってみるのもいいと思います。この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったなぁと思っていただけましたら高評価をお願いします。また、これからも台湾のことを発信していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。